んばんは。ゲリラです。こんばんは。ちょっとすっぴんなんですけど、昨日もか。肌休め。肌休め日でございます。こんばんは。ゲリラ。いつもゲリラか。確かに。金曜日ですね。あ、違うわ。土曜日か。土曜日だ。皆さんゆっくり休めましたか？土日はゆっくりできたでしょうか？私はね、あの美容で武勇伝じゃない、美容ででしたよ。いろいろ買い物とか美容院とかやってきました。明日がスペシャルイベント、ソロイベントあるんで、その明日のための準備とかしてました。緊張する。今日もあったんですよね、メンバー、他のメンバーだけど、見に行って参考にすればよかった。こんばんは。子供みたいな顔してる。子供子供だと22歳やで。まあ明日何をやるかは明日の楽しみということで、あといろいろ今日発表があったんですよ。発表がありまして、四国の公演、クアトロ2月の公演がいろいろと発表されたんですけども、四国ツアー、四国ツアーじゃない、四国広島クラブクアトロ、滑舌が終わってるね今日今日の私の滑舌が終わってる。広島クラブクアトロに出演します。そしてマイカー公演も発表されました。ゲバントホール、2月。そしてナナさんのショールームでナナさんのラストコンサートも発表されました。2月3月。ねえ、ゲバントホールめちゃくちゃ懐かしい。でも6人で立つゲバントって広そう。前16人だったから、しかも私ずっと後列だったんで、本当にもう壁すれすれみたいな感じだったんですけど、楽しみです。マイカー公演、今だからあのマイカーのレッスンもしてます。今月だからめちゃくちゃ自分はレッスンがあって、マイカーと四国とツアーのやつ、まあ、ドラさんはもうおのおのでやるって感じなんだけど、頑張ります。後列見えなかったもんな。そうなんよ、だからもう後列は2階に手を振るしかできんのよゲバントホールは。まあそれも良き思い出ですけど、こっちからファンの人から見えてるのか分かんないけど、こっちからはねもう3列目からはねお客さんが見えないんですよ、メンバーで。だからもう2階席にこうやって、あー見えてますかってレッスンしてましたね。うわー懐かしい、やばい、ゲバントホール3列目で踊りたい
欲が湧いてきた。相手の3列目で踊りたくなってきた。マジでね、もう人の背中しか見えないんですよ。あれみたいな、あれ見えんみたいな懐かしい。マイカー公演、マイカー全員出演なのかな。いや、全員ではないかな。マイカーは受験生が2人いるんですよ。でもあれか、出演メンバーがまだ発表されてないのか。でもされてないよね。四国は出ます。まひなさんの生誕祭です。今日共通テストだったんだね。お疲れ様でした、受験生の皆さん。お疲れ様です。大変や。 STU もココアさんとユミリンさんもかな、受けてたみたいですね。無事終わってたら嬉しいんだけど。もうそういう時にさ、なんか共通テストっていうさ、その一人の人生一大イベントをさ、なんかね、邪魔してやろうみたいな輩がいることにもう本当に憤慨。もう悲しいニュースを見たくなかったし、もうおこです。本当に何を考えてるのかで、悲しい気持ちになりながらも、まあでも受験生ね、頑張ってくれたらいいなって思います。本当に自分受験の時どんな感じだっただろう。なんかね、私の家が、うちが本当に成績について何にも言わない家なんですよ。だからまあいいんだけどね、いいんだけど、なんか別にちゃんと学校行ってればいいみたいな感じで、で頭が悪くてもそんなに怒られないみたいな、そんな勉強勉強の家じゃなかったんですよ。だからすごい焦ることなく中学校2年生ぐらいまで暮らしてたんだけど、中学校3年生ぐらいになって、えみたいな、なんかやばくないみたいなやばくないみたいな、自分の学力やばくないみたいに思い始めて、お母さんになんか塾に行きたいって言ったんですよ。で、塾は高いからダメって言われて、家庭教師つけてもらったんですよ。で、家庭教師をつけてもらった時に、初めてこう家でも勉強するっていうそこで初めて家で勉強するってことを学んで、めっちゃ遅かったな。だからすごいココアさんとかがさ、もう何ヶ月も前から勉強してるの見た、本来受験生ってこうだよなって思いました。ちゃんと何ヶ月前から準備するんよ。それまで家で勉強しなかった。うん、もう学校の勉強だけだった。まあ、テスト勉強とかはあったけど、そんな普段から予習とかはしてなかった。まあなんとか合格しましたけど。懐かしいな。ツーショット行っていいですか。待ってます。頑張れ受験生。よいしょ。あ
あ、リングライトが。今日もこたつです。今日も京都で。こたつでございます。二つですか。寝てない、ダメだな。受験じゃないけど頑張ります。おう、頑張れ、人生頑張ろうぜ。今からこのショールームが終わったら明日の練習を一人で家でします。さっきも歌ってました。なんかあれね、やばいわ。私歌詞覚えるの苦手かもしれない。なんかこれってグループアイドルあるあるなのかな。なんか自分の歌わりの以外の歌詞があやふやっていう。なんか失礼な曲何個かやろうかなって思ったんですけど、なんか自分の歌わり以外がなんか口が回らなくて歌えないんですよ。あれって、こんなに毎日聴いてんのにそんなことあるって。だからさ、歌手ってすごいね。そういえば聞いてるだけだった、いつも。これはグループアイドルあるあるから、あるあるかもしれない。カラオケだと全部覚えるけどね。確かにカラオケだとね。なんか2番と混ざる。今日踊ってて、あ、なんかすごい今ぐちゃぐちゃの歌詞って感じ。ちなみに最初はね、好きの種歌おうかと思ってたんですけど、ちょっと好きの種はやめました。好きの歌に久しぶりすぎて全然歌えなかった。2番と混ざるのあるあるやね。そうなんですよ、2番混ざる。今日すごい練習しててすごい歌詞になったんですよ。1番と2番が混ざって、どんなだったかな。なんかね、なんだこの歌詞みたいな歌詞になった。途中で気づいて戻したらなんか変なことになった。すっぴん、そうです、すっぴんです。肌の小鼻が赤くなるのか、悲しい。文字起こししたらいい歌詞かな。いい歌詞かな。今日みんな何やったんだろう。なんかあかりんさんが練習してるのは昨日一昨日ぐらいか見てたんですよ。なんかレッスン上でスペーベの練習してて、グーの音歌うみたいな、バトルを走りたいの完璧グーの音歌うって言って練習してたの見てるんですけど、他の人何やってたんだろう、気になる。バンちゃんはカラオケとかいろいろ、バンちゃん、あやパン、リネタンきびだんご作ったってのは聞いた。どういうこと。生クッキング。そうなん、そんなことある。
みんないろいろやってますね。ちなみに私は最初はオタマトーンしようとしてたんですけど、お話し会でファンの人に広島まで遠征するからオタマトーンはやめろって言われたから、分かったよって言ってやめました。うっせーって言って喧嘩しました。お前マジやめろよって言われた。オタマトーンはやめろよって言われて、はぁって言った。広島まで遠征するんだよって言われてなんかすごい、なんかやめろって言われて、そんなそんなって分かんないでも求められてるかもしれないやんって思いながら。そうなんですよ。だからじゃあ普通に王道なことをしようと思いまして、ていうかそれもあるし、ちょっと練習するのがめんどくさかった。だから求めてる人には申し訳ないけどオタマトーンはやりません。ちょっとね、楽譜読むのもめんどくさかった。あれ結構大変なんですよ、うん、まあまたいつかどこかで。いや、フェイントかけてやろうかな。おたまと見せて。明日のために今日はお洋服を買ってきました。もうずっとずっとなんか気になってて、買いたい買いたいって思ってて、でもなんかちょっと高いなって思う店があるんですよ。すごい好きなんだけど、そこのねお店に今日行ってね買ってきました。楽しみに着るの。パルコでねあるんですよ。なんかポップアップっていうのかな、なんて言えばいいんだろう。その好きなお店がでも東京とかオンラインとかしかなくて、今来てるのかな、パルコに来てて。そうでもいつもちょっと私が見なんか店内に入るのもおこがましいなって思って、こういつもこう 通りながらこうチラッと見るみたいな感じで、いつもでもネットで見てたんですよ。でも今日は勇気を出して入りました。その、うん、したらちょっと話しかけられて、でもなんか話しかけられた私、買わない選択肢がなくなっちゃうんですよ。それで買いました。でも楽しみ、明日着るのも。うん、こんな機会がねないとね、なかなか買わないのでね、楽しみです。バンクっていうお店なんですけど、可愛いんですよ。あ、可愛かったんで良しとします。推しに弱い、推し確かに弱いかも。銀行、そうそうそう、そのバンク。49分、もうちょっとしたら終わろう。なのでよろしくお願いします。衣装と迷ったんだけどね、まあせっかくなんで。眉毛が薄いすっぴんだと恥ずかしい。
目が好き。本当ありがとう。ガチャピンの目。ちなみに自分が一番好きな部位は鼻です。鼻を押してください。鼻のここじゃなくて、ここ細かい、この鼻筋、小鼻はそんなに別に好きじゃないんだけど、ここの骨触らないと分からない。ここが自分の中で一番好きです。ここの部分タレントになりたい。部分モデル。ここはいい別に。で、目もいい、口もいい別に。ここ。鼻垂れ。いや、なんか嫌だな。なんか手垂れとかだったら意味わかるけど、鼻垂れってなんかちょっと、鼻垂れ小僧みたいな。なんか、そういうイメージになりそう。なんかそっちっぽいからちょっと嫌だ。このね、横から見た時の自分の鼻が好きなんです。わかる。だから一生横向いとこうって思う。逆にあんまり好きじゃないのが左目。あ、でも何回も言ったことあるかもしれない。左目がねあんまり好きじゃないです。右目は好きなんですよ。何が違うってね、多分なんか二重の幅なのかな。多分こっちの方がなんか最後まで通ってるんですけど、こっちはなんかもう ここまでは、なんでって感じ。もうちょっと頑張れよって。なんでここまでしかないんだ。ここら辺までこうあればいいのになって思います。この本人にしかわからない謎のこだわり。そう、途中までなんですよ。多分力尽きたんだと思う。でも全体的に総合的に見たら自分の利き顔はこっちなんです。左側だから、この右目を左目に移植して、あの完璧な利き顔を作りたい。怖いけどね。怖い発想なんですけど、そう思いますね。完全ノーメイクなの。完全ノーメイクです。お風呂上がり、もうあと寝るだけです。まあでもちょっと寝ないかな。もうちょっと起きときます。54分。ちょっともうちょっとしたら壇上を読みます。明日朝早め。さあ何時でしょう。お腹空いてきた。今日まだ一食しか食べてない。不規則食生活。食生活っていうか食事時間が不規則。はあ、
明日もファイトです。ありがとう。そう、アボカド食べました。今ね、家にはね、あともううどんしかないです。うどん作ろうかな。アボカドじゃねえし、アボカドだし、だしない。白だしでうどんって作れるのかな。私うどんあんまり湯がかない派だから、うどんってでもなんか醤油とかでもいけそう。うどんのだしない。白だしでいける。お、ちょっとクックパッド調べます。あと卵がある。味噌は、味噌もある。最近冷蔵庫がね豊富前までマジで何もなかったんですけど、最近豊富。でも実際あんましてない。充実してる。あ、そろそろ壇上を読みます。では13位から読みます。13位、ホアンさん。12位、パパパンダさん。11位、モンブランさん。10位、おいでませ元気さん。9位、タオさん。8位、ソウリュウさん。7位、ジェリーさん。6位、チシタさん。5位がマッカさん。4位がバンボシさんでした。13位くらいまで皆さんありがとうございました。そして3位がペルさん、2位がシオさん、1位がトシさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。壇上の皆さんありがとうございました。57分。今日も一日お疲れ様です。日曜日もゆっくり休みましょう。てかもうすぐ1月が終わりに向かってるのがすごいびっくり。1位タワー、本当？そうなの？ありがタワーです。ちょっと気づかなかった、すまぬ。また書きます、俺。ありがとうございます。かわいいタワーだったのね。かわいい。あ、爪伸びてる。切ろ。センキューです。じゃあそろそろお休みですね。皆さん今日も一日お疲れ様でした。最近使ってないスマホスタンドバイバーイ。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。おやすみなさい。可愛さがすごい。 Thank you。 バイバイ。おやすみなさい。ぽやー。今日はイチゴの日でした。イチゴは食べたことないです。かわいいイチゴの日って、でも語呂がかわいすぎ。
チゴといえば15期福岡清野さんいい日だ、ありがとう。あ、おはよう、おはよう。あ、意外にいける、意外にいける。おはよう。